皆さんこんにちは、わたがしです。今回なんですけれども、パチンコの台の挙動を見切るコツ、こういったテーマでお話をしていきます。で、まあ、今回ね、かなりぶっ込んだ内容の動画となるわけなんですけれども、普段ねパチンコを完全確率だと思っている方とか、ボーダーで立ち回っている方は不毛な時間を過ごすだけだと思いますので、そういった立ち回りをしている方、考え方をしている方はもうここでね動画を閉じてもらって構いませんので、私の立ち回り方に興味がある方とか、私の立ち回り方で勝っていきたいという方だけ最後まで見るようにしてください。今回の動画はあくまでもエンターテインメントです。はい、それではですね、ちょっと本題に入る前に、私が普段どういった立ち回り方をしているのか、過去動画でも話したんですけれども、おさらいしていきたいと思います。で、私の立ち回り方はホールの癖を見抜きます、台の挙動を確認します、時間帯を意識します。で、ここをさらに深掘りして、過去の、総回転数に注目します、初当たり回転数に注目します、それから、連チャンスですね、そこにも注目します。で、これら全てが合致した時、根拠がある時の回転数を狙って、初当たりを早く取っていくスタイル、これが私の立ち回り方となります。で、今言った中に台の挙動ってあったと思うんですけれども、これものすごく重要で、ここをね見抜くことによって、低投資で当てることが可能になりますので、ぜひね最後まで見て勉強していただければと思います。はい、それではですね、じゃあまず1つ目、台の挙動を意識するってどういうことということで、わからない方いらっしゃると思いますので説明していきます。まず皆さんね、パチンコを打っていて、暑い演出、それから寒い演出ってあると思います。まあ皆さんが普段何を打ってるかわからないですけれども、北斗無双ならば暑い演出といえばね、金系の演出、キリン柄とか、あるいはドライブギアとかね、運命の人とか、まあそういったものが暑い演出の部類に当たると思います。逆に寒い演出、寒い台っていうのは、もうそもそも保留変化が全然来ない台とかね、発展しても弱リーチ止まりとか、後半発展しない台とか、とにかく静かな台、これを寒い台の挙動と言いますよね。で、私はこの暑い演出が続いている時だけを狙って立ち回っているわけなんですけれども、この寒い演出が来た時っていうのはすぐにでも損切りします。一切打ちません。もうすぐに捨て去ります。なので、このね台の挙動の強弱っていうのは間違いなくあると私確信しておりますし、それで私勝ち続けておりますので、あのね台の熱い演出が続いた時とかって意識していただきたいんですよね。例えば皆さんも経験あると思うんですけれども、あの熱い演出が来た時ですよね、もう激熱な演出で、これでもかっていうぐらいね熱い演出で煽った時で、外れてしまったっていう時に、結構数回転でもう一回熱めの演出が来て当たるっていうことないですかね。反対に静かな台を打っていて、保留変化全然来ないしと思って打ち続けたんだけれども、全然ね本当に何も起きずにそのまま300回転過ぎてしまったとかいうことないですかね。そう、これ自体が台の挙動なんですよ。で、熱い部分だけを見て立ち回るのが私のやり方なので、ちょっと深掘りしてね、これからお話ししていくんですけれども、今のが台の挙動を意識するっていうことですね。はい。で、2つ目、台の挙動の具体例ということで、まあ、先ほどね新北斗無双初代でちょっと例紹介してしまったんですけれども、じゃあ新北斗無双第3章で、どういったものが、挙動がいいのか悪いのかっていうものを説明していきます。まあ、先ほどと本当に似てるんですけれども、まず1つ目として、ロゴが頻繁に動く台ですね。変動開始時に北斗無双第3章だとロゴがバーンと折ってくる演出とかあると思うんですけれども、そういった台だったりとか、あと後半発展するときにロゴって動くと思うんですよね。ロゴとか役物って動くと思うんですけれども、そういった後半発展に頻繁に行く台とかも調子がいいですし、あとですね金系の演出ですね、金ショックでババババババって煽ってきたりとか、金エフェクトが来たりとか、金文字とか金扉とか、まあそういった金系の演出もそうですし、あとタイマー演出ですよね。あと X 秒だ待機中とか、あと真剣ゾーンとか、あとロングリーチに発展した時に何もせず終わるんじゃなくて一撃当選チャンスに入ったりだとか、一撃当選チャンスの煽りが来たりとか、まあそういった台が挙動のいい台となります。反対に寒い台、寒い演出っていうのは、ロングリーチにすら発展しませんし、後半発展で、ね、なんとか後半発展したとしても流動ダビで最後緑カットインで終わってしまうというパターンが多いんですね。前半ものすごく熱い演出で煽っていたのにもかかわらず、最後緑カットインで終わってしまって外れてしまう。で、その演出が頻繁に起きるとか、
っていう台もあんまりよろしくないです。うん、でそれ以外にも保留変化が全然起きなくて、ただただ通常時を消化しているだけの台、これが寒い台の挙動となります。はい、これが具体的な例ですね。じゃあ次3つ目、実際にどう見切るのかっていうことで説明していきたいと思うんですけれども、まあ私の立ち回り方の例で紹介すると、私はね、台に座って、1000円からまあ2000円ぐらいで、挙動を見切ります。まあその前にももちろんね、過去動画でも話してますが、ポールの癖を見抜いて、データロボサイト7でしっかりと台をチェックしてね、この台いいなと思った台だけを狙うわけなんですけれども、それらをしてからですね、ポールに行って、台を打つわけなんですが、打って、1000円2000円ぐらいで、挙動のいい台っていうのは必ず熱い演出が続くわけなんですよね。まあ、ちょっとボーダーで立ち回っている方からしたらね、お前何さっきからオカルト的な話してるんだと思ったはずなんだけれども、まあ、それは置いといて、私の立ち回り方はとりあえず、まあ、ホールとかの癖を見抜いた後にホールに行って、2000円ぐらい打ちます。でそこで熱い演出が来た場合ですね、で外れてしまった時は30回転ぐらい様子見をします。まあ、要はもう2000円ぐらい様子見します。その最初の2000円で熱い演出が一切来なかったら、もうすぐにでも損切りします。違う台に移動します。でまた2000円ぐらい打って熱い演出が来たら、追うっていう形ですね。でその30回転後にまた熱い演出が来たらちょっと追ってもいいんだけれども、これを何回も繰り返してしまうと投資がかさんでしまうので、ある程度行ったらですね、自分の中でルールを設けて、見切りをつけて台をやめる、そういう選択肢も重要なんですけれども、ここら辺はね、分析したりだとか自分なりのルールを確立しないと難しいわけなんですけれども、まあ、そういった、感じで、台を見切っておりますもう本当熱い演出が来なかった時点ですぐにでもやめるっていう感じですね。挙動がいい台っていうのは座ってすぐに熱い演出が来ますので、熱い演出が来なかったらその台は本命じゃなかったんだと思って、損切りすればいいと思います。はい、というわけでね、台の挙動についてあらかた説明をしました。まあもう少し詳しい部分お話しすること全然可能なんですけれども、 YouTube でそれを言うのはどうかなと思いますんで、興味がある方とかもっと詳しく知りたいという方は LINE の方に登録していただいて直接聞いてください。でまあね、台の挙動を見切るコツということでお話しさせていただいたんですが、まあね、私も乗り気じゃなかったんですけれどもね、多くの方がね知りたいという声がありましたので、動画にさせていただきました。まあ全てをねお話しすることができなくて、まあ申し訳ないんですが、あの少しでも参考になったら嬉しいです。まあほとんどの方がねパチンコはボーダーで立ち回っていると思いますんで、まあ四面楚歌状態ですよね。敵なんて 90% 味方 10% みたいな感じなんですが、まあこういった動画アップしている方っていないと思うんですよ、私以外に。他の方はボーダーで立ち回っていますよ、こんな感じで立ち回れば勝てますよみたいな動画アップしてますけれども、ぶっちゃけてそれ見て何が楽しいのって私は思うんですよね。今度ぶっ込んだ内容をね、発信していかないと、それはエンターテインメントとして失格だと思いますんで、まあ、今後こういった動画もねアップしていきたいと思いますし、まあ、私は私なりの立ち回り方でパチンコで勝てていますので、楽しみ方は人それぞれだと思いますんで、まあね、こういったことも頭に入れつつ、いい部分だけ吸収して悪い部分は排除して、これからもパチンコで勝っていってほしいなと思います。はい、というわけで今回は台の挙動を見切るコツということで紹介させていただきました。今回の動画参考になったらグッドボタンよろしくお願いします。でこういったぶっ込んだ内容の動画を今後もアップし続けたいので、そのためにチャンネル登録者をねどんどん増やしていきたいなと考えておりますので、まだ登録していないという方はですね登録してください。で登録者あんまり増えなかったらこういった動画あんまりアップしていかないので、よろしくお願いいたします。で、私は高橋、先ほども言ったんですけれども LINE アットやっておりますので、友達追加まだしていないよという方は概要欄にリンクを貼っておきますので、友達追加のほどよろしくお願いいたします。それではですね、最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。